かかってくるという。どうも、こんばんは、エヌです。今回は東京グルリインボークメンテナンスが終わりまして、ガシャに天才捜査官リバイバル、SSR のブレイカーアリマ、来てますね。これはめちゃ強のめちゃ強のやつなんですけども、なんかね、公式のツイッターなんかついにみたいな、なんかそういう感じの書かれ方、ちょっと待って見てみるわ。なんだっけな、なんかついにみたいなさ、書かれ方してさ、なんだよ、お前ら分かってんのかよと思って。修正してくんないかなとかさ、あの有馬が再登場みたいな、無敗の名にふさわしい能力を持った有馬を手に入れるみたいな、いや、ちょっと待ってくれ、お前らキャラの調整ちょっとさ、してくんないかなとか思いつつも、まあ、ちょ10連ぐらい引いておこうかなと思います。なんかね、10回目でしょ、連続で10回目は、一枠 SSR の有馬希少が確定ということで、まあ、衣装500個使えば、確定で有馬希少が引けると、いうことですね。まあ、500個も使う間にさ、10連を10回する間にさ、多分1体ぐらい出てくれるんだろうっていうことで、皆さん狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、こいつがいたらね、何でもできるんで、ドラえもんみたいな存在、東京グールの中でいうこいつはドラえもんみたいな存在だから、何でもできますよ。まあ、またブレイカーっていうとこはね、いいんだよな、こいつ。ブレイカーゲーだからね、今となっちゃう。さあ、あれ、押せねえ。iPhone X にね、変えたんすよ。なんで、今ちょっとね、画面が小さいんですけど、おい、SSR かよ。全然見てなかったんだが、SR かよ、お前。SR マジやめろや。もう、最近さ、10連しても SR しか来ないんだけど、こんなもんだっけ。じゃ、このアリマって確率低いのかな。いつも何パーやっけな。いつも 3% とかそんなんじゃなかったっけ。1% ではなかったはず。はい、ということで、アリマ記者の10連でした。確定枠を狙って引く方は、ぜひ頑張ってください。頑張ってとしか言いようがないんだけど、頑張ってください。というわけで、また次回の授業でお会いしましょう。お疲れ様でした。